は当時怪談トークを得意とする芸人だった僕が実際に体験した出来事です。大森さんはこんな話聞いたことないかな。ベラボーに背の高い女の話。当時のまままだ存在しているということで。死神って言われてるか。死神？さあ教えてください。どうして僕を呼んだのかも。なんとかして。撮り直した方がいいので。